のマスウェイデータベースについて新潟大学の奥田からご紹介いたします。でパスウェイデータベースというものなんですが、いわゆるそのパスウェイっていうものは、生体の中で遺伝子とかタンパク質あるいは化合物が相互作用をして経路と、そのパスウェイと言われているその経路を作っている、それを表現したものとなっています。相互作用の知識を集積して可視化電子化したものを、パスウェイデータベースと呼んでいるということで、一般的にその、コンピューターで、表現されているその、パスウェイであれば、いわゆるパスウェイデータベースとよく言うということになるかと思います。歴史的に見るとこの、パスウェイなんですが、パスウェイデータベースはベーリンガーマンハイムっていう会社、今のロッシュですけれども、そこが、最も古いその代謝マップを作ったというような感じで、1965年頃ということになっていますが、それが一番古いんじゃないかというようなことになります。昔は電子的に扱っているわけではなくて、いわゆる紙媒体として提供されていたというのが、それがそのまま後に電子化されるというような形になっています。で、このパスウェイデータベース、パスウェイなんですけれども、計算機上、コンピューター上で扱えるようにいろんな表現がされています。で、さまざまなその可視化が実施できるようになっているんですけれども、そういうパスウェイ全体を俯瞰する、あるいは一部のその相互作用、パスウェイ部分に注目するというようなことで、いろんな生命現象が理解しやすくなるということで、このパスウェイデータベースというのが非常によく使われるようになっているということです。具体的に、例えばゲノムのアノテーションであるとか、生物主観の比較や進化解析、あるいは遺伝子の発現の状態であるとか、どういう機能にエンリッチしているかというような、エンリッチメント解析、あるいはですね、いろんなモデルを構築してそれをシミュレーションするとか予測するとか、そういうところでもパスウェイを利用して研究解析が行われているということになります。で、皆さんお手元の、パソコンで、Google 等の、検索ツールを使って、例えばこのロッシュ、パスウェイというような感じの、キーワードで検索していただくと、一番上の方に、ロッシュのそのバイオケミカルパスウェイズというページが上がってくると思います。そのページを見てもらうと、こういう、パスウェイの絵が描かれてあるロゴが出ていて、これを使いまして、パスウェイを見ることができるというようなサイトに行き着くかと思います。で、ここにある Explore the Pathways というところを、クリックしてもらうと、その次の、実際の中身に、行くわけですが、このように、ロッシュの、パスウェイマップというのは、いろんな代謝系全体をまとめて、一枚の大きな、代謝の流れが分かるような、絵として表現されています。こういうのを、いわゆる代謝パスウェイで、これを格納してデータベース化されていますので、パスウェイデータベースというように呼んでいるということになります。このデータベースはさらに拡大したり、いろいろこう操作しながら、どういう、酵素が、どういう化学反応をして、触媒反応をして、どの化合物を何に変えて、それがまたどういうふうに、他の化合物に変換されていくかということが、詳細に記述されているということになります。で、そういうそのパスウェイを表現するときに、先ほどのロッシュのデータであれば、拡大してもらうと分かりますけれども、文字で化合物の名前であるとか、酵素の名前等がいろいろ書かれてあります。で、数が多くなっていきますので、それをさらに見やすく分かりやすくするために、多くのパスウェイデータベースではダイアグラムを使って、その流れを表現するということが行われています。
まあ、後でその、まあ、詳しく出てきますけれども、結局というデータベースで、運用されている CAG パスウェイというデータベース、パスウェイデータベースの場合も、まあ、同様で、まあ、このダイアグラムで、まあ、パスウェイデータベースの全容が表現されているということになります。まあ、一般的な代謝パスウェイでは、代謝産物を、まあ、濃度で、酵素反応を、まあ、エッジというような形で表現して、語られることが多いかと思います。で、それをさらにですね、制御系、では、まあ、タンパク質や遺伝子、その他の小分子を濃度、その関係性を、まあ、活性化、抑制、リン酸化等のその関係性がエッジとしてまあ表現されるということになります。まあ、実際のまあダイアグラムの例というのがこの下に書いてありますが、まあ、普通の代謝系のパスウェイであれば、まあ、こういう酵素がある化合物をまあ別の化合物に変換しますというような形の、記述になっている。で、まあ、それが、活性化や抑制みたいな制御を表す場合には、このようにまあ止める記号のような形のものを使ったり、まあ、リン酸化であれば、まあ、このリンのプラス P というような表現がされたりという形で、まあ、意味が分かりやすく、一目見て分かりやすくなるように、こういうダイアグラム表現というのが、まあ、よく使われるということになります。で、まあ、このパスウェイデータベースの、まあ、データ形式ということなんですが、まあ、実際、皆さんがパスウェイデータベースを使う上ではあまり意識しないことも多いかと思うんですけれども、我々のようなそのバイオインフォマティクスとしてパスウェイデータベースをまあ作る側から、あるいはまあコンピューターを、まあ、プログラミングを駆使して、まあ、パスウェイデータベースをまあ利用するというような場合には、このデータ形式というのがまあ意味を持ってきますので、まあ、ちょっと軽くですが、前もってご紹介しておきます。最初にですね、まあ、計算機で、まあ、それパスウェイのその関係、何か遺伝子と化合物等の関係性を表現する、まあ、仕方として、この XML という、まあ、記述形式をよく利用することが多いです。で、本日ご紹介する CAG というデータベースでも、CAG マークアップランゲージと KGML というような表現形式で、分子間の関係であるとか、まあ、そのレイアウトそのものを、まあ、コンピューターで扱える形の XML 形式でまあ保存しているというような形になります。まあ、この XML で、パスウェイのまあ分子間の関係等を表現するというのは、まあ、他にもですね、この SBML、まあ、これはシステムバイオロジーでよく使われるようなものですけれども、まあ、この SBML であるとか、セル ML、CSML などのまあ表現形式っていうのもありまして、まあ、シミュレーションとかモデリング等を行うような研究では非常によく使われているかと思います。まあ、あるいは PSIMI っていうこのプロテオミクスのまあ表現であるとか、バイオパックスというのは、いろんなデータをまあ統合するとか、それをまあやり取りするというような目的でまあ、策定されたようなもので、まあ、そういうものもまあ使われています。で、まあ、こういうデータをまあ取ってきて、まあ、手元で持っていれば、まあ、例えばですね、このサイトスケープであるとか、ビジアントというようなまあ、ソフトを使うことで、可視化して、まあ、見ることができるということになります。で、過去の、まあ、AJAX 講習会においても、このサイトスケープを使ったデータの可視化というのがありますので、よりその、まあ、深く使ってみたいという方は、こういうのも参考にされると良いのではないかと思います。まあ、パスウェイデータベースもいろいろありますので、まあ、使う、まあ、対象生物であるとか、まあ、その対象の代謝パスウェイが何かというようなことによって、まあ、使い方はいろいろだとは思いますが、今回の、講習では CAG パスウェイの、ブラウザ上で使う、まあ、一番使いやすいと思われる、一番よく使われると思われるような使い方について、ご紹介できればと思います。
結局の紹介の前にですね、結局以外に、ではどういうデータベースがあるかということなんですけれども、他のパスウェイデータベースとして、非常に有名なものとしては、このバイオサイクというのがあります。URL はここにある、こういうものですので、Google 等でバイオサイクと検索していただければ、一番上に出てくるのではないかと思います。で、開発しているのは、この SRI という、企業が開発しているということなんですが、大腸菌のようなバクテリアから人まで、いろんなその株を含めて、1万8000種以上のゲノム情報について、パスウェイの解析等ができるようになっているようなデータベースとなります。で、そのパスウェイデータベースのパスウェイなんですが、いわゆる専門家の方が、文献を一つずつ調査して、どのタンパク質とどのタンパク質が関係があるか、あるいはどの酵素が、どの化合物を触媒しているかというようなことを、一つずつ調査した結果をまとめたもの。それに加えて、コンピューターで自動的に解析したようなもの。そういうのを両方使えるというような形になっているのが特徴かと思います。いわゆる普通のその代謝パスウェイに加えて、制御系の、パスウェイも含まれていると。で、アカデミックで使う分には、料金はかからないということで、アカデミックフリーという形になっていますが、商用利用はまた別の契約が必要というようなことになっているかと思います。で、データ形式として、先ほどお伝えしたようなバイオパックスというような形でデータが格納されていますので、それが利用できるようなツールを使うと、よりいろんな解析ができるというようなことになっています。具体的に、中身を見ますと、この一番上のメタボリズムというところから、セルラーオーバービューというのを見てもらうと、このような画面が出てきて、いろんなその、代謝系が絵で表現されています。これは今、一番トップに出てくるのが、大腸菌の、代謝系ということになっていますが、こういうことが見れますので、さらに拡大していって、個別の遺伝子、化合物についての情報まで、深掘りしていくことができるというような形になっています。続いて、リアクトームというパスウェイデータベースも非常に、有名なデータベースになっています。これも同様で Google 等でリアクトームと検索してもらえると、多分一番上に出てくるんではないかと思います。このデータベースですが、EMBL-EBI というようなヨーロッパの研究機関が開発していまして、これはバクテリア等ではなくて、人を中心に、脊椎動物とか酵母とか、そういった生き物を対象に、約16種類の生物種を対象としたパスウェイマップということになっています。こちらもですね、専門家の方が、一つ一つ文献を調査して、手作業で、パスウェイのデータを作り上げているということです。このリアクトンの場合、計算機でそういうパスウェイの関係を推測するというような部分も、機能として実装されていますので、そういうのを利用するというような使い方も、あるかとは思います。いわゆる代謝系と、シグナル伝達等の制御系、その他、いろいろなそのこの16種についてのさまざまなパスウェイが登録されているということになります。利用形態はフリーで、誰でも使えますよという形で、バイオパックスとか SDML のような、データ形式でデータが提供されているということです。このパスウェイブラウザとなっているここの部分をクリックすると、こういう形で、中身が見れると。いろんなパスウェイがこういうダイアグラムで表現されていますが、それをさらに拡大していくと、こんな形の、それぞれの個別のパスウェイの情報が、見れるということになっています。こういうことが、リアクトームあるいはバイオサイクでできるということになります。で、続いて、今回、メインでご紹介する結局の、結局パスウェイというデータベースになります。これも、Google 等で結局、あるいは結局パスウェイと検索してもらうと、この一番上にある結局.jp というところの、検索結果が、
出てくるんじゃないかなと思います。これが一番トップページという形になっています。で、開発しているのは京都大学で、まあ金久先生という方が、この KEGG というデータベースを作られていますので、まあ、いわゆる日本産のパスウェイデータベースということになります。まあ、扱っている生物種としては、まあ、ゲノム配列が決まった、まあ、生物種、まあ、現状では約7000種ほどが登録されているということが書かれています。まあ、真核生物、新生細菌、まあ、古細菌、それぞれ、まあ、これぐらいの数のゲノム情報が入っていて、まあ、それらについてのパスウェイの解析ができるということになります。それ以外にも、まあ、ウイルスゲノムであるとか、まあ、最近ではメタゲノムですね、環境中の、まあ、細菌等の DNA を網羅的に解析するというようなそのメタゲノム解析の結果も登録されていまして、自然環境であれば、まあ、約500サンプルほど、まあ、人に関係あるような生態関連のメタゲノムが700サンプルほど登録されているということになっています。で、この KEGG パスウェイも、まあ、同じくその専門家の方が手作業で、文献を調査して、パスウェイの、その関係のデータを、まあ、構築していると、まあ、あるいはまあ自動でそういうのを取り出すというようなところのツールも、まあ、開発されているということです。で、まあ、いわゆるそのリファレンスパスウェイと KEGG で呼ばれているベースとなるまあパスウェイマップがありますけれども、まあ、それは基本的には文献調査から作成されたものということになります。で、まあまあ、いろんなゲノムが登録されているわけですけれども、まあ、そのそれぞれのゲノムがどういうパスウェイを持っているかということを、まあまあ、マッピングして、まあ見ることができるということなんですが、まあ、そういうところで、まあ、自動解析用のツール等が使われているというような形になっているかと思います。で、同様に、まあ、いわゆる代謝パスウェイや制御系のパスウェイ等も入っていて、まあ、非常に巨大なパスウェイデータベースとなっています。まあ、利用形態としてはアカデミックフリーということですが、まあ、商用利用になってきますと、まあ、何かしらのライセンス契約等が必要なようです。で、まあ、データ形式が一番最初にご紹介した KGML というようなフォーマットになっていまして、まあ、この KGML であれば、まあ、例えばこの KCPAVS というツールが、まあ、あるんですけれども、まあ、そういうのに直接登録して、まあ、様々な解析や、などに利用できると。あるいは、先ほど少しご紹介したサイトスケープというのもこの KGML のデータを読み込むことができるというような形で、いろんなツールでまあ流用できるようなフォーマットで提供されているということになります。さて、この KEGG というデータベースなんですが、先ほどのトップページの中で、この KEGG2 という一番上の方にあるこれをまあクリックしていただくと、さらにその中身がいろいろ見ることができるようになっているんですが、まあ、今回主にご紹介する KEGG パスウェイというデータベース以外にも、まあ、さまざまな情報がデータベース化されています。まあ、ゲノムの、まあ、遺伝子の情報以外にも、まあ、パスウェイに関わるその化合物の情報であるとか、この辺にいろいろ書かれていますが、化学反応の情報であるとか、あるいは疾患に関係のあるような疾患の情報であるとか、まあ、そういう、生き物に関連するようなさまざまな、意味の情報というのが、まあ、データベース化されていて、まあ、それが、有機的にリンクされているというのが、この KEGG の特徴かと思います。で、まあまあ、早速いろいろ操作をしていくということなんですけれども、まあ、で先ほどのページの、まあ、中央ぐらいに KEGG オーガニズムスというリンクがあるかと思います。ここを見てもらうと、まあ、この KEGG の中で、どういう生き物、どういう生物種の、データが扱えるのかというのが見れるようになります。
で、まあ、そこを見ていくと、まあ、このようなページが出てくるはずだと思いますが、まあ、このユーカリオートの項目が一番上の方にありますので、まあ、そこで説明しますけれども、まあ、どういう分類かというのがこのカテゴリーのところに書かれていて、まあ、アニマルだとかなんとかっていうのがいろいろ書いてあるんですが、その生物種のレベルでの記述がこのオーガニズムのところに書かれています。もちろんこのホモ・サピエンスはまあ人ですので、まあホモ・サピエンスっていう言葉の意味が分かっていれば、まあ、これは人のことを表すなというのがまあ分かるかと思います。その次がパントログロダイテスと、まあ、ちょっと発音が難しいですけれども、これはチンパンジーですので、まあ、それもまあ括弧して書かれていますので、まあ、そういうのを見れば分かるかと思います。このように生物種の名前がまあここに書いてあるんですけれども、そのまあ左側にここにまあ赤で囲みましたが、まあ、ここに3文字から4文字の、結局ではその生物種コードと呼んでいる、まあ、名称が、コードが書かれています。例えば人であれば HSA ですね。ホモ・サピエンスですので、まあ、その頭文字をうまく取って HSA というようなコードが書かれています。で、まあ、結局では、この生物種コードをよく使いますので、まあ、覚える必要はないんですけれども、まあ、このコードで、検索をするというようなシチュエーションがよくあります。まあ、ですので、このページで目的の生物種の生物種コードが何かというのを、ブラウザ上で検索してもらうというようなことでコードを探すということが、まあ、操作として出てくることになりますので、こういう仕様だというふうに思っていただければと思います。で、まあ、その生物種コードを、その部分のリンクをクリックすると、その種の情報が表示されてきます。これはその HSA のヒューマンのホモ・サピエンスのページを表示したという状態になります。ここにその生物種のコードが書かれていますが、そのせ、これだと人ですけれども、名前がこうこうで、あるいは、アノテーションはすでに終わっているかとか、タキソノミーはこういう分類ですよというような、その様々な、この生物種に関わる情報が、記載されています。このスタティスティックスのところを見ると、登録されているタンパクの、タンパクを、コードする遺伝子の、数が19,768ありますと。で、RNA の遺伝子については2600ぐらいありますというようなことが、書かれていますので、結局では、この人に関して2万ぐらいの遺伝子の解析が、できるというようなことが見て取れるかと思います。その先ほどの、ケッグオーガニズムスのページの、上の方には、何種類の生物種の登録があるかというのが書いてあるんですけれども、その中にですね、それの分類が書かれています。基本的にはゲノムレベルで、全部の配列が決まっているというようなものが対象になっていて、結局では NCBI-REFSEC あるいはジェンバンクに登録されている生物種のゲノムを扱っているということになっています。スピーシーズというレベルで言うと、株レベルで異なっているものも、一つにまとめたような形のもの、あるいはジーナスレベルでまとめたもの、バイラスというのはウイルスの方で、メタって言ってるのはメタゲノムというような形で、ゲノムの情報がいくつか分類はされているんですけれども、こういうのについて、解析等ができるような形になっているということです。で、再びですが、トップページの方に戻ってもらって、一番上のこの赤で囲った部分ですけれども、ここでいろんなキーワードを入力して、ケッグの検索が開始されるということになるんですが、今回ここでは、リジンバイオシンセシス、
まあ、あるいはグライコリスといろいろその関連のキーワードを入れて検索してもらえれば、いろいろ結果が出てくるかと思います。ここではリジンバイオシンセシスというキーワードで検索した結果について、まあ、説明していこうと思います。で、まあ、先ほどの検索を、まあ、実行すると、まあ、その検索結果として、まあ、このような形のものが出てくると思います。で、KEGG のデータベースには、まあ、いろんな、まあ、そのサブデータベースというか、いくつものデータベースが集合して、まあ、一つの大きな KEGG というデータベースを作っていますので、それぞれのデータベースでその検索キーワードが、まあ、どこにヒットしたかというのがリストにされています。で、今回のリジンバイオシンセシスというのは、まあ、KEGG パスウェイに登録されているパスウェイの名前になりますけれども、まあ、それが一番今回の場合は上に出てきているんじゃないかなと思います。まあ、この赤で囲ったここの部分が、まあ、今回見たい部分となります。まあ、結局ではこのリジンバイオシンセシスという名前のパスウェイがマップ00300というので一番上にヒットしてきましたので、まあ、ここをまあクリックしてもらうと。そうすると、まあ、そのパスウェイの、まあ、詳細情報というのが表示されるかと思います。まあ、いわゆるそのパスウェイの最小単位として、このパスウェイマップというものが定義されていて、そのまあダイアグラム表現っていうのが、まあこのここの枠の中に書いてある、まあこういう形のパスウェイのマップ情報ということになります。このリジンバイオシンセシスの場合、まあここにあるこういう系全体を、まあそういう名前で、マップの ID で言うと00300という ID で登録されているということです。さらに、このマップ00300がリンクになっていますので、まあ、そこをクリックしてもらうと、そのパスウェイのマップそのものの、まあ、ページに移動すると思います。一番最初は、この色のついていない真っ白いダイアグラムが、まあ、表示されることになっているはずだと思いますけれども、まあ、このマップが先ほども説明したように、専門家の方が手作業で文献の、論文等の文献から、関係情報を取り出して、まあ、作ったもので、これをリファレンスパスウェイと参照になる元の、ベースのパスウェイマップだということで、定義されています。先ほども、説明したように、ボックスになっている、箱になっているものが、まあ、遺伝子やタンパク質などの、まあ、遺伝子配列の情報で、まあ、丸が、代謝産物、化合物ですね、の、情報で、それを、まあ、矢印等を使って、まあ、関連が表現されているということになります。で、まあ、ここの上にヘルプが書かれていますが、このヘルプをクリックしてもらうと、このミニカーのここの、このような感じの中身が出てくるかと思います。このダイアグラムの意味であるとか、まあ、説明が出てきますので、何かしらわからないことがあれば、このヘルプを見てもらえればいいんじゃないかと思います。で、まあ、このパスウェイの左側に、まあ、このいろいろな情報がさらに出てるんですけれども、まあ、例えばこの、リジンバイオシンセスのこの文字のあたりをマウスで、操作してもらうと、まあ、オンマウスオーバーってことで、ここにそのマウスのカーソルを合わせてもらうと、例えば今この部分が、まあ、強調表示されているかと思います。この左側に出ているのは、さらにそのパスウェイのマップを切り出して、意味のある連続した代謝の流れを定義した結句のモジュールという単位のものがあるんですけれども、まあ、それが強調表示されています。この上から3つ目のやつだと、まあ、ここの部分からこの部分が強調表示されていて、まあ、こういうその1つのモジュールとして定義できる単位がまあ、ありますよということが、まあ、分かります。
まあ、ですので、まあ、この例えばモジュール M00526 というのをクリックしてもらうと、まあ、次にこういうページに、が表示されて、そのモジュールの中身について、まあ、詳細情報が記述されていると思います。まあ、この、モジュールであれば、まあ、リジンのバイオシンセシスに関係のあるもので、まあ、アスパルテートからリジンになるという、一連の代謝反応が定義されているということになりますので、まあ、このアスパルテートからリジンに向かってこのように反応が進んでいきますよというようなデータが、まあ、登録されているということになります。で、次は、まあ、このパスウェイデータベースの中から、まあ、必要な、まあ、自分が見たい生き物のパスウェイをどうやって見るかというところに移っていきたいと思います。まあ、先ほどの、リジンバイオシンセシスの、まあ、パスウェイのページで、上の部分にチェンジパスウェイタイプというのが書かれてありますので、まあ、この部分をクリックしてください。そうすると、この左にあるようなセレクトパスウェイタイプというページが出てくるかと思います。基本的には、どのリファレンスパスウェイを使うかというところは、まあ、あまり触らなくてもいいとは思いますが、デフォルト設定ではこの一番上のリファレンスパスウェイというのが選ばれていることになります。で、この中でこのオーガニズムスペシフィックというところよりも下に、いわゆる生物種コードと生物種名が書かれているんですけれども、まあ、そこから、まあ、登録されている生物種の中で、自分が見たいものをまあ検索してもらって、それをまあクリックするということになります。まあ、今回は、大腸菌を見てみましょうということにしたいと思います。で、エシェリキアコーライというのを検索すると、まあ、非常にたくさん、まあ、いわゆるこう株レベルで異なっているさまざまな種がまあ登録されているわけですけれども、まあ、一番有名な、この MG1655 株というのを見てみたいと思いますので、この ECO のここの部分ですね、これを、クリックしてもらえればと思います。まあ、そうすると、大腸菌の MG1655 株の、まあ、ゲノムで、まあ、このリジンバイオシンセシスのページが、マッピングされたということになります。この緑で表現されているボックスが、この大腸菌のゲノムにコードされている遺伝子がある場所。逆に今白いままのところは、このゲノムは、そこの遺伝子を持っていないということが、まあ、わかります。まあ、ですので、まあ、このアスパルテートから、まあ、この順番にこういう反応をして、まあ、ここのリジンまで行く、こういう経路をたどる可能性が極めて高いなということが、まあ、このパスウェイを見てわかるんじゃないかなと思われます。まあ、このパスウェイを見る方法としては、まあ、他にもいろいろ方法としてはありまして、先ほどの最初の方にご紹介した、オーガニズムスのページの中から、まあ、例えば大腸菌を検索してもらうと、まあ、こういうのが出てくるわけですが、まあ、ここの、この生物種コード ECO をクリックしてもらうと、このような大腸菌の MG1655 株の、詳細のページが出てきますけれども、ここのパスウェイマップというこの部分をクリックしてもらっても、同様にパスウェイの、中身を見ることができます。パスウェイマップをクリックした後、このパスウェイのリストがいっぱい出てきますので、まあ、今回今注目しているのはこのリジンバイオシンセシスということですので、この部分をクリックしてもらうと、まあ、先ほどと同じように MG1655 株のパスウェイに色がついているものが表示されるようになるんじゃないかと思います。まあ、このようにして特定の生物種が持つ遺伝子で特定のパスウェイがどのように充足されているか、どういうパスウェイが使われる可能性があるかということを、まあ、見ることができるということになります。
この KEGG で使われているパスウェイという概念について、まあ、簡単に説明しますと、最初にリファレンスパスウェイというその専門家の方が文献を調べて、どの遺伝子とどの遺伝子が関連があると、ある化合物を生成して、それをどの遺伝子、どの酵素が触媒するかという、そういう反応条件であるとか、タンパクと化合物の関係というのを、まあ、一つ一つ文献から調べた結果を再構築するというようなことをやったものが、まあ、リファレンスパスウェイと呼ばれているわけですけれども、この一つのボックスが表しているのは、まあ、同じ反応をする、まあ酵素、一群の酵素を表現しているということになります。まあ、KEGG のこのボックスの中は EC 番号で書かれていることがほとんどですけれども、まあ、同じ EC 番号の反応を担うような、まあ、遺伝子酵素は、まあ、一つのボックスで表現するということになります。つまり、このボックスを表しているのは、まあ、いわゆるオーソログのグループを表していて、いろんな生き物で、配列は少しずつ違いますけれども、同じ反応をする、まあ、遺伝子の集合というものを表していることになります。この、まあ、オーソログが分かれば、まあ、どの部分の、酵素反応があるのかないのかというのが、まあ、分かるということになりますので、まあ、このリファレンスパスウェイに対して、まあ、特定のあるどの生き物にしろどのオーソログがあるのかないのかが分かれば、それに基づいてこの場所に色を塗るか塗らないかということを判定できるということになります。ですので、そのオーソログという概念に基づいて、それぞれの生物種にスペシフィックなパスウェイの流れっていうのが どこにあるのか、まあ、どういう部分かということが特定されているということになります。こういう原理に基づいて、先ほどの、大腸菌の MG1655 株の、リジンバイオシンセシスのパスウェイも、マッピングされていたということになるということです。さらにですけれども、パスウェイのページに行ってもらって、まあ、この、リンクが書いてあるところですけれども、KEGG パスウェイというのを検索してもここに行き着くかと思います。で、まあ、オーバービューマップという全体を俯瞰する、マップを見るという方法について説明したいと思います。で、そのパスウェイのページの上の方に、グローバル&オーバービューマップスという項目があります。まあ、ここの一番上に01100という ID のメタボリックパスウェイというものがありますので、まあ、今回はここをまあクリックして、その次のパスウェイの中身を見ていってもらいたいと思います。で、まあ、そうすると、まあ、このように、まあ、オーバービューできる、全体を、俯瞰した形で、KEGG に登録されている代謝パスウェイ全体を俯瞰することができるというようなことになっています。まあ、先ほどのモジュールについてはこの左側に出ていますので、まあ、同様に、まあ、モジュール単位でも、まあ、どの部分かということを、まあ、確認するというようなことも可能です。まあ、このオーバービューマップなんですけれども、まあ、これも、先ほどの、生物種スペシフィックなパスウェイを見るという方法と同様の、まあ、原理が働きますので、まあ、このチェンジパスウェイタイプというところから、先ほどの大腸菌 ECO ですね、これを選んでもらうと、まあ、このように、大腸菌の MG1655 株の、まあ、ゲノムにコードされている、まあ、その生物種が持っている部分が、代謝系全体としてどこかというのが、まあ、一目瞭然になるというような、見方ということも可能です。まあ、この、大腸菌の場合は、まあ、この全体でいうと右側に真ん中から右のあたりが多いなということになっていますが、まあ、これは、まあ配置の問題もありますので、
これをまあいろんな生き物、あるいはあの株の違い等でまあ比較してもらえれば、どこがどう違うかというようなことが見て取れるのではないかと思います。続いて、疾患のパスウェイを見るというようなところに行きたいと思います。先ほどのパスウェイのページの中で、まあ、だいぶ下の方ですけれども、あの疾患関係のパスウェイが定義されているところがあります。まあ、がんであるとか免疫系の疾患といろんな疾患に対応しているんですけれども、まあ、その中で、まあ、今回はこのコロレクタルキャンサーというところをクリックしてもらいたいと思います。で、まあ、そうするとですね、まあ、パスウェイが出るんですが、まあ、その中で先ほどと同様にチェンジパスウェイタイプでいろんな生き物のパスウェイをマッピングすることができるんですけれども、まあ、ここで、このホモサピエンスプラスディジースドラッグというのが、このパスウェイだと選べるようになっているかと思います。まあ、これを選んでもらうと、まあ、病気そのものであるとか、まあ、それに関連のある、まあ、薬剤との関連っていうのを、色付けすることができるということです。で、今回の、コロレクタルキャンサーのパスウェイで、この、ヒューマン、ホモサピエンスプラスディジースドラッグのところを選ぶと、この下のような形の、まあ、色付けされたものが見えるのではないかと思います。まあ、ピンク色が、まあ、疾患の原因遺伝子の可能性があるもので、まあ、水色になっているものは、まあ、医薬品のターゲットになっているような分子ということになります。まあ、従いまして、まあ、このように結局で、まあ、正常な状態のパスウェイ以外にも、まあ、病気との関連や、まあ、創薬等の関連も、見ることができるというような部分が実現されているということになります。まあ、続いて、まあ、生物種を2種類以上いろいろ比較するということができるというところをお伝えしたいと思います。まあ、結局2のページの中から、この結局ゲノムというところをクリックしてもらって、まあ、その中の下の方ですけれども、結局マッピング4ゲノムコンパリソン&コンビネーションと書いてあるところ、まあ、この右側の部分ですけれども、ここの部分に、このキーワードというか、まあ、ここに生物種コードを入れる場所がありますので、まあ、そこに今回は、まあ、ECO、これまあ先ほどの非病原性の普通の大腸菌ですね。で、もう一つ ECS、これはあの病原性大腸菌 O157 の生物種コードですので、まあ、これを入力してもらって、その先に進んでもらいたいと思います。で、そうすると、まあ、この結果のページが出てくるんですけれども、まあ、この2つの生物種を比較した結果を見る、まあ、パスウェイで見るためには、このパスウェイマップというところをクリックして、たくさん出てくるそのパスウェイのリストの中から、見たいパスウェイを見てもらえると、その比較結果が得られるということになります。まあ、この TCA サイクルを見た場合が、この右側の結果になっていますけれども、今回の、病原性大腸菌にしろ非病原性の大腸菌でも、まあ、TCA サイクルはどちらも全部持っているというのが、まあ、見て取れるかと思います。しかしながらですね、そのパスウェイを選択する部分で、バクテリアルシークリーションシステムという部分、まあ、分泌装置ですけれども、この部分を選択してもらうと、この右側のような結果が出てきます。それぞれの分泌装置のタイプごとに、まあ、いろんな遺伝子が定義されていますので、この下の部分に注目してみますと、タイプ3とタイプ、6ですかが、ピンクの色しかつかないということで、この2つについては、病原性の O157 だけが持っていて、他のタイプ1あるいはタイプ2のようなものはどちらのタイプでも持っているということが見て取れるかと思います。従いまして、この病原性 O157 の特徴として、このタイプ3タイプ6という
このシークレーションシステムを持っているというところが特徴だということが、このパスウェイ解析からも分かると思います。またですね、パソジェニックエセリキアコーライインフェクションというページを、リンクを、開いてもらうと、この、パスウェイマップは、ほとんどすべてが、病原性大腸菌のみの、つまりピンク色のみの、マッピングになっていますので、病原性大腸菌の感染っていう、に関するパスウェイということですので、まさにここが病原性の起点になっているということも、このパスウェイ解析でも見て取れるかと思います。このような使い方で、病原性の違いと比較するということもできるということになっています。今度はですね、病原性とちょっと違いますけれども、アブラムシとブフネラという、生き物は共生関係にあるということが知られていますので、その場合がどういう結果になるかというのを示したものです。先ほど ECO と ECS という生物種コードを使っていましたが、今回はこの API と BUC という2つの生物種コードを入力してもらって進めてもらいたいと思います。で、パスウェイマップの選択のところまで来ましたら、この00290、バリン、ロイシン&イソロイシンバイオシンセシスというところをクリックすると、この右のような絵が出てくるかと思います。で、これは、このアブラムシとブフネラの、どちらがどの遺伝子を持っているかということを表していますが、緑色がアブラムシで、ピンク色がブフネラということですので、一連のこのパスウェイの、部分について、それぞれが共通に持つのではなく、補完し合って持つことで、イソロイシンやバリン、あるいは、ロイシンの合成を担っているということが見て取れると思います。従いまして、このアブラムシとブフネラは、相利共生という形で、お互いに、補完し合って生きているというようなことが、このパスウェイ解析でも、理解できるんじゃないかなと思います。さて、今までは、データがすでに結局の中に入っているものについて、主にお伝えしてきましたが、自身で持っているようなデータについてどのように解析するかというのを、これからちょっと、見ていきたいと思います。で、ケッグで色を、パスウェイに色を塗るというときには、このケッグマッパーというところをよく使います。この URL、あるいは Google 等で検索してもらうと、この右のこういうページにたどり着けるかと思います。で、今回は、いろいろパスウェイマッピングに使う、機能があるんですが、ここの部分、Search and Color Pathway というところから、進んでいきたいと思います。で、ここの中に、色を塗りたい遺伝子名であるとか、化合物の ID 等を入力するんですが、今回は、エグザンプルをそのまま使いたいと思います。ここの右側のエグザンプルで、ホモサピエンスパスウェイを選んでもらって、実行するということをすると、この左のような結果が出てくるかと思います。パスウェイで、先ほど入力した、ID が見つかったパスウェイが、リスト化されています。その中で、今回例えばこの HSA00010、回答系ですね。ここの部分をクリックしてもらうと、右のような絵が出てきます。で、入力した、ID が、この赤にピンクに色づいているところと、このちょっと見にくいですが、ここの化合物、これも黄色に色が変わっていますので、入力したものがここにあるということが、それで、見て取れるかと思います。他のパスウェイでも、確認していただければ、見つかった部分というのがどこかというのが、一目でわかる
まあ、色の付け方も、自分で自在に、色を変えるということもできるようになるということになります。まあ、あるいは、遺伝子そのものを探すだけではなく、それに対して任意の色をつけるというようなこともまあ可能です。で、その色のつけ方もまあ数値データに基づいてまあ色を変えるということができるようになっていますので、まあ、例えばマイクロアレイや RNA-seq のような発現データを色付けするというような時には、今回のこの部分が参考になるんじゃないかと思います。で、ここのエグザンプルのところを、まあ、ニューメリカルバリュートゥーカラーというのを、まあ、選んでもらって、その前にここのカラーパスウェイというところを今回は使います。で、まあ、このニューメリカルバリュートゥーカラーというオプションを選んでもらうと、まあ、エグザンプルがそのまま入るので、まあ、これを使いたいと。で、まあ、このオプションのところが、変更できるわけですけれども、まあ、ミニマムな数字に対しては黄色、まあ、最大値に対しては赤というのがまあデフォルトでは設定されていますので、でまあ、今回はこのまま実行したいと思います。まあ、そうすると、このようなパスウェイが得られるということです。まあ、一番値が大きいところが赤で、まあ、その他はほとんど差がないような黄色になっていますが、まあ、グラデーションで値に応じて色が変わるというようなことが実現できているということになります。でこれをさらに、ここのエグザンプルのところをニューメリカルバリューという、グラフというところを選べば、この 3D グラフ、ここの部分が、設定されますので、まあ、ここをオンにしてやると、実行したときにこの 3D で、バーが出るというような形で、表現されるということになります。こういうその、遺伝子の、それぞれに対して何かしらの値を与えたときに、まあ、それを可視化するということも、このようなツールを使って実現できるということになります。と次が、もともと KEG に登録されていない遺伝子配列等を、まあ、扱う方法ということになります。KEG では、カース、あるいはブラストコアラ、ゴーストコアラといったような、配列を入力して、まあ、それのアノテーションを自動でやるというようなツールが、まあいくつかあります。で、まあ、その時に、まあ、基本として使われるのが、まあ、配列の相同性ということになります。まあ、それぞれのツールは、まあのそれぞれやり方、アルゴリズムが若干違いますので、その結果が若干異なっていることはありますが、基本的にはその相同性ベースで、いわゆるオーソログを探しに行くというようなことをやって、アノテーションをするというようなことが自動でできるということになります。まあ、ゴースト X やゴースト Z の場合は、ブラストとの精度の違いと、まあ、実行の速さとの兼ね合いで、まあ、どれを使うかというようなことが、まあ、変わってくるというようなことだと思います。まあ、ただ、どれを使っても、まあ、そこまで大きな違いはないんじゃないかとは思いますが、まあ、アルゴリズムによる違いというのが、まあ、一部出てくるということになります。で、まあ、今回は、ブラストコアラを利用するというのを、まあやってみたいと思います。先ほどの KEG マッパーの下、アノテートシークエンスというところに行ってもらうと、エグザンプルのここのシークエンステキストというのの中身を開いて、このボックスの中にコピー&ペーストをすると。ここには、まあ、いわゆるタンパクの配列が、たくさん入っていますけれども、まあ、これを、検索にかけるということになります。でまあ、この、サンプルデータは、まあ、ブフネラの仲間のものなので、このファミリー&ジーナスというところは、このブフネラの部分を選択するということをして実行ということを行うと、これはホモロジーの検索をやっていますので、まあ、エグゼクトボタンを押して、まあ、もしかすると数分ぐらい時間がかかるかもわかりません。今回参加している
方がたくさんいますので、同時に検索をかけると、もしかすると少し普段よりかは長めに時間がかかる可能性もありますが、これを実行して、その結果が得られたら、この次のような、このような計算結果のページにたどり着くと思います。基本的には、今回は575個の配列が入っているサンプルデータでしたので、この500、600弱ぐらいの配列を、ブラストをたくさん行って、どの、遺伝子、どの配列と最もよく似ているかというところから、それぞれの配列が、どのオーソログに属しているかということを推定するということが行われた結果ということになります。それぞれのその得られた結果の中身を、機能分類で見ると、こういうふうな分類になっていますということが、パイチャートで表現されていますが、一番下のリコンストラクトパスウェイというところを、クリックしてもらうと、このように、パスウェイのリストが出てきます。で、今回、例えば、このメタボリックパスウェイというグローバルマップをクリックしてもらうと、この右のような、マッピング結果が得られると思います。この、右側と、この辺の部分とが、ありましたよということが、わかりますので、こういうサンプルデータではなく、皆さんがお持ちの、実際の、シーケンス結果から得られた、未知な生き物の、ゲノム配列、予測したタンパク配列のリストを、入力してあげれば、これを、正確な形で、マッピング結果を見るということができるようになるということになります。今回は、ここまでで、研究の利用の方法ということで、ご紹介いたしました。基本的な研究の使い方として、それぞれの生き物の中身であるとか、そういうのをパスウェイレベルで見る、あるいは、いろんな生き物の間で比較をするというところから、ご自身が持っている、タンパク配列、あるいはゲノムの配列を使って、パスウェイマップにマッピングするというところまでですが、他にもですね、研究は様々な機能がありますので、そういう部分も、お試しいただいて、研究解析に、応用していただけたら良いんじゃないかと思います。私の講習は以上となります。ありがとうございました。